リーンズ夏祭り開催中。外では矢倉の上でドバイコの演奏並びに出店も盛り上がっていて、子供たち夏休みの終盤楽しんでゲームに臨みます。今日はパワプロとのコラボで先発唐川祐希で発表されたゲーム幕を開けました。そのしかし立ち上がりいきなりライオンズが攻め込みます。今日1軍の長谷川ヒット、そして迎えるは源田、一塁線を破る、これがタイムリーツーベースになります。この辺は源田選手にうまく打たれたって感じですけどもね、はい、かなり厳しいところでしたけどもね。ライオンズ久しぶりの得点がキャプテン源田からもたらされて先制点です。そして今日は3番に入る西川が高めのカットボールを見事ライトスタンドへ、第3号のツーランホームラン。唐川が 1-2-3番、試合開始から5分ぐらいで3点を失うという厳しい立ち上がりになりました。ただ後続は立ち切ります。ライオンズは8勝を挙げている隅田の先発、この隅田からもマリーンズ高部、藤岡、連打の後ポランコファーストゴロ、ダブルプレー行くかなというところでベースカバー間に合いませんでした。誰もいませんで三塁ランナーがホームを踏んで1点を返します。ただ隅田の方はこちらも後続を打ち取りました。外は6-4-3、ダブルプレーに切って取って、初回は3-1、ライオンズリードで進んでいきます。隅田は2回、3回、4回パーフェクト、非常に良かったですね。山田さん、良かったですよね。本当にこう緩急をつけながらのピッチングでね、ストライク先行ということもできてましたしね、はい、いいピッチングでしたよね。この友杉の打球、今度は源田がバックもしっかり盛り立てるというそんな展開。ただ両チーム初回の得点以降はゼロが並んでいきます。6回です。唐川はいかがだったでしょうか、2回以降は。そうですね、まあ、本当に2回、まあ、本当に3回以降ですかね、まあ、自分のこうリズムを取り戻した中で自分のボールっていうボールをしっかり投げ切ることができてましたからね、はい、まあ、そこからしっかりゲームを作りましたよね。この6回、まあ、ランナーは出したところでもアウトを重ねて、今日は6回、今シーズンでは先発では最多の100球を投げて7安打3失点となりました。さあ6回の裏、藤岡、ここ2アウトを隅田が取った後だったんですよね。そうですね、まあ、この2アウトからこう、ね、点を取れたっていうのはやっぱ大きかったですよね。というのもポランコが捉えます。ファーストの横破るタイムリーヒット、3対1が3対2、1点差というところになりました。マリーンズなかなかチャンスがなかった中で2アウトから反撃、まあ、それでも隅田も7回投げ切るんです。結局4安打の2失点という内容、7回はまた三者凡退でしたからね、素晴らしいピッチングでしたよね、はい、で球数が94球で今年は完封もあるんで、いやもしかしたらこれマリーンズとしてもこのままいったらちょっとなというムードはあったんですが、まあ、もう1人行くかなと思ってましたけどもね、ここで渡辺監督代行交代を決断。代わってはただここのところ失点なかった平、ただ平からフォアボールをきっかけに送りバント、ランナー3塁まで進んだところでまさかのワイルドピッチ、マリーンズ8回の裏ノーヒットで追いつきます。そして9回、同点で増田登場、先頭栗山ヒット、さらに送りバントランナー2塁に進んだ後この当たり2アウトからこれが3アウトになるかどうかというところ、長谷川ヘッドスライディング、しかしリクエストもアウトのまま増田が踏ん張りました。そして10回、佐藤俊介登場、マリーンズチャンスを作ります。小川のツーベースから藤原フォアボール、ワンアウト敬遠もあって満塁というところだったんですが、ポランコあえなく三振、2アウト満塁。そして今日ダブルプレーの後3三振の外は4三振目となりまして、佐藤俊介絶体絶命のピンチを脱しました。3対3でいよいよ最終回というところ、国吉がマウンドに上がりましたマリーンズ。しかし山村ヒット、長谷川デッドボール、さあ源田得意のバント、しかしなんと失敗、ワンアウト二塁一塁になって迎える今日ホームランの西川だったんですが、セカンドゴロ、4-6-3ダブルプレーと国吉大ピンチ、ここをゼロで封じてライオンズ今日の勝ちがなくなりました。最終回は某高橋登場、ワンアウトから藤原ヒット、高部三振、2アウトから粘って藤岡、そしてポランコの初球なんと抜けました。三塁ランナーホームインでまさかの幕切れ、延長12回4対3、マリーンズライオンズを下して
この3位、2位とのゲーム差も 2.5 に詰めました。ライオンズ戦は16連勝となっています。